今日はアスラズラースがどのようにして作られたのか、未公開の資料などを見せていただきながら振り返っておりますが、解説をいただくのは引き続きアスラズラースカプコンプロデューサーの土屋さんです。はい、引き続きね、中間管理職土屋です。引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします。イラストで、見せてたんですけれども、うん、はい、実はこれも映像が残ってるので、早速なんですけども、一緒に映像、そういうものも見ていってみたいなと思います。はい、あ、すごいでしょ。じゃあ早速一緒に見てみましょうか。はい、お願いします。はい、あ、もう何か持ってるんですか。そう、斧みたいなのを使って戦ったりとか。本当だ、いろんな武器を取り出して戦うみたいな、斧、剣、ほら銃使ってるんですか。あれはどこ行ったんですか。これね、まだ変わった作りかけなんで、ちょっとね、はい、どっから出すかまだちゃんとできてないんですけど、はいはい、まあ、銃を持って戦うっていうふうなアクションも最初はあったんですよ。手が何本もあるんですか。アスラさんはね、腕が6本あるので、6つの腕でいろんな武器を持って戦うっていうのがこの頃のゲームだったんです。今の完成版も6本なんですか。6本の腕で戦うんです。そうなんだ。先ほど見せていただいた絵がこうやって動いてると、なんかすごいですね。そうですね、だから世界観なんかはかなり近しくなってるんですけども、はい、うん、なんというか、アスラのアクションが全然違う。負けることはないんですか。このなんか傷を負ったりとかっていうの、普通のゲームだと。そうなんですよ、はい、いいところに気づきましたね。これはあの普通ね、はい、アクションゲームだとダメージを受けると、うん、どんどん傷を負って体力なくなるの、ね、うん、なくなっちゃいますよね。っていうゲームを逆に相手の攻撃を食らうことで、はい、逆にこうぶち切れちゃうみたいな、あ、逆に何クソみたいな感じで、はいはい、そこから反撃をするっていうのをアクションとして表現はしてたんですけれども、はいはい、それよりももっと感情的にね、もっと訴えかけるような表現に実はどんどん変えていって、はい、最終的なアスラズラースっていうのはお話をベースにそこをノリというか、はい、まあ、復讐劇っていう形で最終的にまとまってるんですけど、はい、どれだけズタボロにやられても立ち向かうアスラっていうところが、生まれたきっかけともいうことなんですけど、なんかいいですね。なんかなんだろう、イライラしないですね、じゃあゲームやってて。ん、そうですか。なんか、そっか、こうやられて負けちゃって終わっちゃうと、もうってなるじゃないですか。そうでしょ。でもそれがどん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 なんかこう強くなってやり返していけると、でしょ、なんかこうやめられなくなっちゃいますよね。まさにそれを表現しようっていうのが、うん、結構コンと最初に形をし始めた。こんな腕でこうバルカンホームしちゃって、そんな時期もありましたと。もうこんなん絶対勝てないですよね。ただね、これはちょっと強すぎた。強すぎた。あまりに強すぎて、はいはい、もう全部の敵をすぐ倒しちゃうので、うん、ちょっとこれはゲーム的に面白くないなと、はいはい、あまりにもね、強すぎちゃっても、はい、でもすっごい強そうなの出てきましたよ。まあ、これは本編でも出てきてるキャラなんですけど、はいはい、全然でかくて、うん、もうアスラのもう何十倍っていうのは、ね、足しか見えてない、ね、うん、足しか見えてない。足しか見えないので、もっとちっちゃくしようと、うん、これは嘘ですけど。本当はどのぐらいになったんですか。あのね、アスラの3倍か4倍ぐらいの身長になったんですよ、はい、この頃は本当10倍以上。やばいですよね、もう山のような怪獣みたいなできた戦う、うん、まあ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 、どうなってますか。これ自爆みたいな。自爆、はい、あ、え、スレーターになっちゃった。倒せたんですか。まあ、自爆してでも相手を倒すみたいな、はい、あ、そうでもね、実は結構テストをしてたんですね、はいはいはい、全然違っててやっぱり面白いでしょ。面白いです、でね、この映像でもちょっと流れてましたけど、実は曲もねすごくいい曲が流れてるじゃないですか、はい、なんかもうなんだろう、映像がすごすぎて、そこまでちゃんと聴けてなかったんですけど、実は音楽にもすごくこだわってて、まあ、この独特のねオリジナリティのある世界観を表現するのに、はい、ちょっと音楽もオーケストラで、実はオーケストラで収録したんですよ。オーケストラってもう楽団がこう、ね、バイオリン弾いたり、はい、こうトランペット吹いたり太鼓叩いたりと、はい、ちゃんと編成を組んでですね、何日もかけて
実は音楽も収録をしてて、実はねそこのね映像も、実はきっちり撮ってあったので、はい、ちょっとこの後、はい、ここからそこのねメイキングの映像も一緒に見てみたいと思いますので、はいはい、じゃあ映像どうぞ。どうでした今の映像を見て。いやなんか私普段あんまりゲームとかってやらないんですけど、なんかこんな風にこうなんだろう裏側みたいなことをたくさん聞かせていただくと、でしょ、そうやりたくなりますね、やっぱり。あ、やっぱりそうですか。なんかこう、うん、どこがどう違ってるのかなとかいうのが自分でこう体験してみたくなりました、はい、普段はねこういうね裏側のものってなかなかね見せないんですけど、はい、今回はもう特別にいろんな、まあ、どういうことをやりながらこうゲームが生み出されたのかっていうのを、はい、結構紹介できたのかなと思ってて、はい、まあ、そういうふうにねリアクションしてもらえるのがね僕らもちょっとやっぱ嬉しいんでよかったかな。交互にやるのも楽しいですよね。こう交互にゲームをして、なるほどね、見てみたいな新しい楽しみ方やと思うんで、はい、はい、ぜひね楽しいと思います、うん、それいいと思いますんで、ぜひねあの実際のゲームとこのメイキングの映像と一緒に見てもらえるといいかなと思います、はいはい、いやーなかなか懐かしい、あのつか何飲んでんの自分どうでした？いや、いやつかいつの間にいつの間にそんな格好になってんの、何してんすか。どうでした？え、あ、V が、まあ今 V にあったようにそのプロトタイプっていうのがねゲームの完成形の前にはやっぱあるわけですよ。っていうかまあほらこの V の最初にも言うたでしょ。最初にもね、あのだから最終形が出来上がるまでにはあのそこにたどり着くまでの変遷っていうのがあるんですよ。だからそれがなんでここにたどり着いたかっていうことをね少しずつこうやって紹介することによって好きな人にはねいろいろとこうあこれってこうやったんやなって言ってこうそうすると喋れなくなるでしょね。それってそういう使い方やったらこら何してんの。うるさい。痛い。何急に。ちょっとワイゼンの真似してみてよ。ワイゼンの真似してみて。うん、ワイゼンの真似。ワイゼン見たい。うん、ワイゼン真似。うん、モノマネ。神の棚心の上でじゃーん。ここが変だよ松山。何それ。ここが変だよ松山ですけど。え、なんなんこれ。
アンケートです。いや、どこで取ったのこのアンケート。会社。どこの。ここ。ここ。では早速行くんだ。第5位から見ていきたいと思います。第5位、じゃじゃん。なんか軽い、社長の威厳がない。え、これカプコンの社内アンケート的な。そうです。あ、第4位、まあ威厳がないことが。じゃじゃん、やかましい。ずっとやかましい。それはあなたの感想今の。やかましい。いや、何回も言わなくていいですよ。では続いて第3位、じゃじゃん。タイピングをするとき人差し指しか使わない。これ絶対カプコンじゃないから。これ絶対うちの社員やろ。これダサいっすね。いや、こういうことですよね。絶対カプコン知らんからね。これこういうことですよね。あの、うん、まあ正確にはね、両手でこういうことなんですけど。あ、もっとキモい。いや、キモいとかあんま言わなくていいですよ。あの、目の前にいますからね。あの、どうやって打つんですか。うんと、こんな感じ。こうですか。ええ。では続いて第2位、じゃじゃん。なんとなく嫌。なんとなく嫌。なんとなく嫌。いや、だから何回も言わなくていいですよ。最後第1位ですけど、じゃあ社長がめくりますか。いや、めくらないです。めくっちゃっていいですか。好きにしたいじゃないですか。では第1位、何なんでしょうね。何だと思います。なんかこういうのってね、臭い。え、臭い。第1位は臭いでした。あ、臭くないですよ。ちょっといいですか。あの、いや、まあこんなん着てるからね、分かりにくいかもしんないですけど、ま、見てくださいよこれ。うん、気づいてました。私、あの、立場的にはゲーム開発会社の社長なんですよ。はい、知ってますよね。あの、まあ、こんな格好してますけど、威厳がない。いや、つうか、これいるでしょ。おい、カプコン、カプコン、これ、これ、つうか、すいません、つうか、横にんの、お前うちの宣伝やないか。つうか、何二人して、で、だい、バーン。つうかさ、さっき V、V 普通に撮ってんのに、なんで俺こんなことなってんの。逆ちゃうの普通。ねえ、あの、さあ、これね、あの、もう2月の末ですけども、私の足を踏んでます。痛いんか。痛いんか。ないでしょって。ほっか、この眉毛。どっさい、どっさい。もう一回頭からやらせていただいてもよろしいでしょうか。は？いや、あのカメラがですね、ちょっと回って撮れてないな。撮れてるというか撮れてないというか、あのカメラがですね、全部、まあ、全部ではないかもしれないんですけど、全部かもしれないかなみたいな感じでして、あの、すみません。どっさい、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 どっさい。怒りのパワーって本当にすごいですね。